例えば、まあ、ライトに、oh, thank you. ただの、thank you. じゃなくてね。クッション入れてね。知ってるよ、でしょとかじゃなくて、日本人は否定するけど、アメリカ人は yes とか言うとか、そこまで違いはないですよ。Welcome to ソーカー英会話。今日はアメリカ人に褒められた時にどうやって対応すればいいかっていうことについて話そうと思います。で今日はゲストとしてアメリカ人のアランダに来てもらっているんで、そのことについて話してもらおうと思います。まず自己紹介お願いします。はい、あ、よろしくお願いします。アランダと申します。アメリカ出身です。日本はもう15年目です。まだ勉強中です。よろしくお願いします。はい。勉強中っていうか、ね。じゃあアメリカ人として、うん、例えば、まあ、ライトに、Oh, I like your shirt とかね、あれね、シャツかっこいいね、言われたら、まあ、まず一番シンプルは、うん、Oh, thanks、うん、まあ言いますね。ね、Oh, thank you。Oh, つけるといいですね。うん、Oh, thank you。ただの、thank you じゃなくてね、まあちょっと、Oh, 嬉しい。Oh, って言ってから、thank you とかはいい。クッション入れてね。クッション入れて言うか多いですね。ちなみに、これはニュアンス分かってほしいんですよ。thank you 言ってるイコール、知ってるよ、でしょとかじゃなくて、全然それと違って、言ってくれてありがとうっていう意味ですよ。うん、あの、英語は。そのポイント大事だね。そうそう。なんかあの、ありがとう言っとるイコール私もそう思うですとか、それは全然違うからね。あ、thank you。優しいよ、それ言ってくれて。みたいな意味ですね。うん、thank you は全然言ってもいいですよ、その時。日本語上手ですねって言われたら、アメリカ人も日本人みたいに、あの、いえいえ、そんなことないよ。それも、まあ、言いますよ、言いますよ。あの、例えば、Oh, no, I don't think so. Is it? Is it really? とか、本当に Is it really? ちょっとなんか、んみたいな感じで。え本当に Is it really? No, I don't think so. But thank you. とかでもいいし。いや、そう思わないけど、まあ、言ってくれてありがとう。みたいな感じ。なんかアメリカ人が日本人に Your English is so good とか言った時とか、で結構みんな No, no, I don't think so. No, no, no. Yeah, it is. My English is not good とか言うじゃない。まあ言ってもいいですよ。でも Oh, I don't think so, but thank you. でもいいかもしれない。あ、これはなしだ。これは日本人だね。日本長いからね。それはないね。それはないね。そうだね。English is so good.Oh, really? Thank you. I'm still learning though. Oh, that's good. まだ勉強中。I'm still learning. とか。ちょっと恥ずかしいながらみたいな。日本人は否定するけど、アメリカ人は yes とか言うとか。そこまで違いはないですよ。まあ、人間は似てるじゃないですか。ちょっと恥ずかしいから、いやいや、そんなことないよ。アメリカ人も言います。No, no, you're just saying that. You're just saying that. 言ってるだけでしょ、みたいな言葉。You're just saying that. じゃあこれはもっと丁寧に。Oh, you're too kind. You're too kind. あなたは優しすぎます。みたいな言葉で。You're too kind. あるいは、そうですね。Oh, that's nice of you to say. That's nice of you. That's nice of you. まあ、つまり、あなた優しいよ。みたいな言葉いっぱいあります。That's nice of you. Oh, thank you for saying so. Thank you for saying so. Thank you for noticing.そうね。気づいてくれてありがとう。Thanks for noticing. バリエーションがいっぱいあるね。ありますね。ありますね。まあ、つまり、Thank you も言いながら、いや、私そう思わないよ。Oh, I don't think so. とか、いろいろありです。うん、じゃあ、褒めてください。それで自然に出る。Okay. Oh, I really like your outfit today. Oh, really? Thanks. 言いたいかな。Oh, really?からの thanks 言いましたね。あ、本当にありがとう。You're so good at surfing. あ、thanks. ね、本当そうだからね。今回は本当そうだけど。でしょ。それからなんか、Oh, thanks. I've been practicing. ちょっとなんか、その後に説明するとソフトに受け取れるかもしれない。Thanks. うん、なんかたくさん練習してるし。ありがとう。I'm still learning. I'm still learning. あ、それかわいいかもしれない。still learning. 大体そんな感じだね。だよね。うん。どうでしょうか？役に立ちましたでしょうか？これからもよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。またね。